はい、梅チャンネルです。今日は、上海に遊びに来て夜の夕食を今から食べるところです。まずはチンタオピージュ、チンタオビールを飲んでるところです。で今日は、ベイジンカオヤという北京ダックの店に来てます。これから料理が出てくると思います。北京ダックが来ました。今まるまる一匹切ってもらってます。3人でまるまる一匹食べれるかな。多すぎるかもしれないです。はい、北京ダックが来ました。北京ダックのこの皮の部分が美味しいんですね。カリッとしてながらもジューシーに。それともタン3人なんですけど多分食い切れないだろうってことで、余った分持ち帰るかみたいな感じで言ってましたけど、持ち帰っても食べれないんで全部食べるって言いました。これ下あるの、多分皮があるよ。じゃあこれから上海駐在の関野さんが。関野さん、駐在じゃないっすよ。私も出張族です。北京ダックの食べ方を教えます。北京の女子に教わったんですけど、ちなみにこの店は本場北京で2大有名店の中の一つらしいです。これ熱い。ではいただきます。まずこの皮、皮を取って、あたたたたた、熱い。この皮を広げて、そして北京ダックをここに乗せて、で野菜を中に入れて、このタレみたいなちょっと甘いタレを乗せて、これを包み込みます。包み込んで、今連絡のやり取りはしてますけど、特にあってない。今ちょうど京都で観光で使うそうだよ。包み込んで前にどっかにつけて食べると、アジアのどっかに行こうとした時に一緒に行くとか言い出して、はい、ちょっと自分はちょっと遊び
雪乃さんは手の色が白い。白い。この皮と身の間がジューシーで、なんか肉汁が出てくるよね。それが美味しい。あっという間になくなりそうですね。チャオパンも来ました。今日は